ムですね、ラトビアのリガにいます。でリガですね、今いるところがですね、自由記念碑、前に記念碑が見えると思うんですけど、そこに行くと思います。でここは1935年にラトビアの独立を記念して建てられて、高さ51メートルです。でこの後また占領されてですね、独立するのは2回目の独立、またこの後戦争終わってからなんですけど、こちらですね、でこの周りがですね、公園みたいになってるんで、公園でくつろいでる人がいっぱいいます。でこれは旧市街と新市街のね、境目みたいな感じなんでね、ここ通る人すごく多いです。こっちですね、こっちが旧市街。